空母、随格の洋上構想ジオラマウォーターラインシリーズとは、幹線の喫水線から上のみを、実物の700分の1スケールで模型化した、プラモデルシリーズの一つ。静岡模型教材共同組合に属する、タミヤ、青島、長谷川のメーカー3社が分担して、開発を行っている。駆逐艦島風の、ウォーターラインシリーズ模型ウォーターラインとは、喫水線のことである。 シリーズ名が示すように、艦船の喫水線より下を省略し、水面により上のみをプラモデル化しており、水面に浮かんでいる姿を手軽に再現できるのが特徴である。1971年の発足当初は、第二次世界大戦時の日本海軍艦艇をプラモデル化することで始められ、後に外国艦艇や客船も発売されるようになる。 シリーズ開始当時、感染模型には、国際的な標準スケールは存在せず、本シリーズの充実によって1、700が事実上の国際標準スケールとなった。以降、国内外で、同スケールの感染モデルが多数発売されている。小さいことから、企画開始当初は、比較的安価な価格帯で、シリーズ開始当初の1971から72年の、 価格は、駆逐艦100円、従順250円、戦艦、空母400から600円だった。オイルショック後の1980年代中盤から、後半には、駆逐艦、潜水艦及び、輸送艦250円、巡洋艦500円、護衛空母、客船650円、戦艦、空母750円だった。その後原材料の高騰などにより価格はさらに、 上昇し、2013年現在では、駆逐艦が1000円前後、空母などでは3000円台の商品もある。口述のように、かなり歴史の長いシリーズであり、開発時期によって仕様にかなり差がある。例えば、ナンバー201赤木とナン、no. バー227赤木は、開発時期に40年以上の隔たりがあり、内容は大きく異なっている。企画開始当初は、 各部のディティールも抑え気味で安価なコレクションモデルといった趣であったが2010年頃の新規金型商品は部品点数も多く専用エッチングパーツなども別売されるなど精密模型と呼べる内容になっている下は小学校高学年から上は社会人や高齢者の趣味として利用されまた未死に基づくジオラマ作成にも用いられ 博物館などに収められているものも見られる。タミヤ模型社長のタミヤ俊作が提案し、1971年より、静岡に本社がある、静岡模型教材共同組合に属する陳太を、文化教材社タミヤ模型、長谷川製作所、富見模型の4社の合同企画としてスタートした。シリーズ開始にあたって、各社が担当する館は、 くじ引きで公平に決められた。ただし、ヤマト型戦艦に関しては提案者特権で、タミヤが担当したことを案に匂わせる発言を、タミヤ旬作がしている。1971年に始まったシリーズは、従順を皮切りに、戦艦、空母、駆逐艦、軽巡、潜水艦と、旧日本海軍艦艇の製品化を積極的に進め、1973年には、 駆逐艦以上については、海藻空母と軽巡の一部を除いて、太平洋戦争に参加したほとんどのタイプの製品化を得たため、1974年からは外国艦へと移行した。しかし、外国艦は期待したほどの売り上げを上げられず、米、英独の主要な戦艦と空母を製品化したのみで、1976年頃には、 シリーズは事実上の休止状態となった。1979年5月の静岡、プラスチックモデル見本市では、シリーズの再出発を図るべく、タミヤから空母ミッドウェイ、特設潜水母艦、安国丸、一等、二等郵送艦、長谷川から原子力空母エンタープライズ、工作艦赤石、病院船ヒカ丸、富士見から原子力空母ニ三つ旧カテカンイラゴ、 ケージュン王ヨド、チンタオから空母キエフ、ミンスク、潜水母艦長芸、早クジラ、水上規母艦チトセ、チオダと、原用空母と補助艦艇を中心とした多くの艦が、企画中として公表された。しかし、実際に発売されたのはその半数程度であり、この計画はシリスぼみに終わった。1980年代に入ると、前半には、 散発的に10点ほどの新製品が発売されたが、後半には全く新製品は発売されなくなった。1992年に、富士見模型が、静岡模型教材共同組合から脱退し、自社担当分のキットもウォーターラインから引き上げて、シーウェイモデルシリーズという名称に変更した。残る3社は、 富士見担当分の欠落を補う目的で新製品の発売を再開し、旧製品についても新たに開発した並走等の共通部品をセットしてリニューアルを行った。富士見担当分のリメイクは概ね好評を持って迎えられ潜在需要を掘り起こす結果を生み、富士見分の保管が一段落した後も初期に発売された自社製品のリメイクや 海上自衛隊艦艇などの発売を続けている。2000年代後半以降は、タミヤと長谷川の製品開発が低調になる中で、チンタオは、シーウェイモデルシリーズや、ピットロードのスカイウェーブシリーズに対抗する形で、また近年では、マミヤのように、艦隊コレクション間これから、が商品化の追い風になるケースもありリメイクや、リテイクを含めた。 新製品開発を活発に行い、本シリーズの牽引役となっている。AB、モデルグラフィックス2003年4月号に掲載された、タミヤ俊作へのインタビューによる。チンタオ文化の熊ブログ、ワンフェスからこの中に、企画会議では、没アイテムです。かんこれ様々です。という記述がある。ありがとうございます。